マーク・デイビスは MLB で活躍した投手。左投げ左だ。アメリカ合衆国カリフォルニア州リバモア出身。1980年9月12日に19歳でフィラデルフィア・フィリーズでメジャー初登板。当初は主に先発投手で、1981年には9試合で1勝4敗に終わり、サンフランシスコジャイアンツにトレードされる。 当時ジャイアンツは低迷期で1984年途中にはリリーフに転向するがその年は5勝17敗の散々な成績。17敗はリーグワースト2位であった。1985年もリリーフで5勝12敗7、セーブという凡庸な成績であった。1985年途中に監督に就任したロジャー・クレイグはヒューストン・アストロズのコーチ時代に マイクスコットにスプリットフィンガードファストボールを伝授し、デイビスも取り組み始め、この頃から、投球回数を超える三振を奪えるようになったが、なかなか開花せず、1987年途中に、サンディエゴパドレスに移籍。パドレスでクローザーに起用されて、ようやく開花し、1988年には28、セーブを記録。この年、オールスター出場を果たし、秋には、 MLB オールスターの一員として、日米野球で訪日した。1989年にはなリーグ最多の44、セーブを挙げて、サイヤング賞に選出された。この年のオフにフリーエージェントで、カンザスシティロイヤルズに移籍。ロイヤルズには1989年のアリーグ祭、ヤング賞、ブレット・セイバー・平原ゲンがいて、史上初めて前年の、両リーグのサイヤング賞投手が翌年に、 チームメイトとなったが、デイビスは44セーブから6セーブに、セーバー平原は23勝から5勝と、両者とも大幅に成績を加工させた。以後は目立った活躍がなく、1992年途中で、アトランタブレーブスに移籍も散々な成績。1993年には、フルスフィリーズ、さらに93年途中に、フルスパドレスに移籍するが、一時のような成績は残せず、 1994年限りで一度現役を引退。1997年にミルウォーキーブルワーズで3年ぶりの復活を果たすが、その年限りで再度引退した。結局、好成績を残したのは、最初のパドレス時代のみで、2シーズンで72セーブを上げたが、最後の8シーズンではわずか11セーブ、通算でも96セーブしか上げられなかった。ありがとうございます。